3月20日のイースタンリーグ巨人・ロッテ戦、ジャイアンツはマリーンズを相手に6対5でサヨナラ勝ちを収めました。この試合のジャイアンツのスタメン、1番センター岡田優輝、2番セカンド湯浅大、3番 DH 長野久義、4番サードフリアンティマ、5番ライト立岡総一郎、6番レフト秋広優斗、7番キャッチャー北龍介、8番ファースト加藤蓮、9番ショート中田歩夢、先発ピッチャー直江大輔。ジャイアンツの先発は直江、マリーンズの先発は深木でした。1回2回は両チームともノーヒットで無得点。試合が動いたのは3回表、先頭のロッテ松石にヒットを許すと、送りバントとヒットでワンアウト1塁3塁のピンチで平沢にバットを折られながらもライト前へ落とされます。ライトの立岡が素早く処理してファーストランナーを封殺、結果はライトゴロとなり、その間に3塁ランナーがホームインし1点を先制されます。続く4回に直江は制球を乱します。先頭の愛斗をデッドボールで出塁させると、続く手立ちには3ボールからヒットを許し、山本高部へもボール先行から犠牲フライとタイムリーを打たれ2点を失います。さらに内野ゴロで1点を追加され、この回3失点0対4となります。ジャイアンツはロッテ2期から4回まで0点に抑えられますが、5回に投手が広畑に変わります。先頭の秋広がショートのエラーで出塁すると、2アウト2塁3塁として1番岡田のファーストへの内野安打で1点を返します。7回にジャイアンツは鈴木康平が1点を失い1対5と再び4点差とされます。しかし7回裏、ジャイアンツ打線が反撃します。ワンアウトから加藤蓮がツーベースヒットでチャンスを作ると、ツーアウトから1番の岡田、代打の増田陸がフォアボールを選び、ツーアウト満塁とし、途中出場の小江が初球を打って左中間を抜ける3点タイムリーツーベースで4対5と1点差に詰め寄ります。そして迎えた9回裏、先頭の岡田がこの日2つ目となるフォアボールで出塁すると、増田陸が送りバントをきっちり決めてワンアウト2塁。ここでお声を迎えますが、打席の途中で雨が激しくなり雷が光ったところで審判が選手を下げ中断となります。30分ほどの中断を挟み、お声はショートゴロに打ち取られますが、ディマの打席でロッテの松川が痛恨のパスボール、土壇場でジャイアンツが同点に追いつきます。10回裏、ジャイアンツはワンアウトから山瀬がフォアボール、加藤蓮のヒットで2塁3塁のチャンスを作ります。続く増田大輝は浅い外野フライでタッチアップできませんでしたが、次の船越がフルカウントから三遊間を抜くタイムリーヒットでサヨナラ勝ち。ジャイアンツは前日の勝利に続き連勝となりました。 G 等の試験の寸評、この試合は四死球の怖さが改めて分かった試合でした。ジャイアンツ先発の直江は3月12日のソフトバンクとのオープン戦で先頭打者にフォアボールを出し2軍に戻ってきました。その直江はフォアボールこそ出さなかったものの、4回の3失点は先頭打者へのデッドボールからでした。また7回表の失点も鈴木康平の先頭打者へのフォアボールがきっかけです。しかしジャイアンツの与えた四死球はこの2つだけで、投手陣は全体として制球よく投げられたと言えます。逆にマリーンズの投手陣は6つのフォアボールを出しています。7回裏は4点差で2アウトランナー2塁という場面でした。マリーンズから見るとランナーをためなければいいというシチュエーションです。ここで広畑は連続フォアボールを出して満塁にしてしまいました。ジャイアンツとしてはランナーをためていきたいところで、岡田と増田陸がしっかりフォアボールを選んだことが大きかったです。そしてオコエが連続フォアボールで満塁となった初球をきっちり仕留められたという点も素晴らしかったです。
9回裏の同点の場面もノーアウトで岡田がフォアボールを選び、10回裏のサヨナラもワンアウトから山瀬がフォアボールを選び、この走者がいずれも得点につながりました。桑田ジャイアンツは1軍の阿部慎之助監督が求めている野球を2軍でも連動して実践しており、その成果が現れた一戦だと言えます。打線は引き続き粘り強く出塁して、こういった接戦をものにしていってほしいです。投手陣はこの日のマリーンズを他山の石として、失点につながるような無駄な四死球を与えないピッチングを続けていってほしいです。今回の動画は以上になります。高評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。